マーケルですね。今回ギャオですよね、ギャオということで、まあ内心結構めっちゃビビりました、本当に来た時は。で、まあ、マジかってなりながらも本当になんかもう嬉しかったです。本当にまあ、スタッフさんとか今日、ありがとうございます。本当に助かってます。この、曲がですね、結構まあ、自分にとっても結構大きな、まあ、人生にとって、まあ、人生を変えてくれた曲といいますか、高校2年の時にですね、ブランバックス・トゥ・ザ・スターダムって言って、他、ジェイクさんとか、ブルノ・マーさんが同じく出場した大会がありまして、でそれで最初は結構自信がなくて、ギターで、まあ、インストで優勝した人いないって言われて、でこの曲弾いて総合優勝できたので、本当にそれから自分に自信がついたりとか、自分自身の曲を作り始めたきっかけとなったので、ハワイの、星空をイメージして作りました Beautiful Stars っていう曲を弾きます。改めまして、まあ、ゆうすけこと入れ替えです。今回本当にお時間割ってきてくださった方々本当にありがとうございます。
もうこのようなすごい綺麗で、初の場所でしかも、ギャオさんの、元で演奏できるっていうこのような機会をいただけて本当に、光栄です。演奏終了後一応 CD とか、横で販売してますので、もしよろしければぜひぜひ、今日本当にありがとうございました。シーサーミーダンスっていう曲を弾きたいと思います。何弾けばいいかな。マジで。
準備してなかったんです。よくあるじゃないですか、茶番のなんかアンコールってアンコールって見といてて、その始まる前から言うやつ準備してなかったんで、どうしたの。なんかやっぱりあれですよね、せっかくまあその歌詞版とかつけたのもいいんですけど、なんか結構ねもうこれとかもうなんか初代っぽい、初代テラハっぽい感じしません？なんかなんでちょっとそれにちなんで、ちょっとオリジナルの方も弾いた方がいいかなっていう感じですね。なのでじゃあ実際に弾いたそのままの感じで、まあ、ディアリーオリジナルの方をちょっと聞こうかなと思います。本当にまあこれ本当にあの思ってなかったんでありがとうございます。今日は、すごいもう楽しかったです食事がもうすごいね、なんといっても美味しくて、こんなすごいレベルのも食える、まあ日本のもの全部美味しいんですけど、でもはい